ここんんなところに呼び出してごめん待ったかなそっかそれならよかった君に会うために支度していたら遅れてしまったよでも私の責任だね本当に申し訳ない今日俺さんを呼んだのは訳があって。 その俺さん私のことどう思ってる一緒にいて楽しいってそっか <laughs> まあ嬉しいよ私は 俺さんとは違う感情があるんだあの俺さん俺さんに伝えたいことがあってえ改まってどうしたんですかってそそうだよね変だよね んどうしたの俺さん。あの人たち、こっちに近づいてくるね。なんだか、やんちゃな人たちみたいだけど。俺さん、場所を変えましょうか。絡まりでもしたら面倒ですし。って言ったら絡んできましたね。あの、 俺さんに手を出したら許しませんよえ男みてぇな女だなって最近じゃ聞かないセリフだと思っていましたが俺さんに手を出したら本当に許しませんよえ 許さないってどうするんだってあ誰に口聞いてんだいいから俺さんからその汚い手を離せって言っているのが聞こえないのか俺さんに触れていいのは私だけだぞそれなのに それなのに俺さんがあんなに困ってる首が締まって希望しないそうになってる許さない許さないちょっとちょっと。ちょっと ずらかせよあやっと起きましたね俺さんあの人たちに意地悪されて気を失っていたみたいですねあ大丈夫ですよあの人たちには帰ってもらいましょう説得しましたから どうかしましたか不思議そうな顔して。え意識が途切れる途中にヤンキーのような人がいたようなって。何を言ってるんですか多分気のせいですよ。それよりも私をかばってくれて。 ありがとうございます俺さんかっこよかったですえかばったっけってかばってくれましたよそそういえば俺さんに伝えたいことがあったんだったその 俺さん私は俺さんのことが好きですえごめんってどうして好きな人が他にいたりした あ,あ、そっか好きな人がいたんだ誰その女の子教えてほしいなお姉さんにもあああの子か 可愛らしい子だよね。そっか。俺さんは可愛い子が好きなんだね。こんな女の子らしくない私なんかより、可愛い女の子がいいんだよね。あれどうしたの ちょっと用事を思い出したって帰ろうとしてるのどうして用事ないでしょどうして私から逃げようとしてるのそっか俺さんも私から離れていっちゃうんだね でも逃がさねえよ俺さんが逃げようとしたから悪いんだよ全部俺さんのせいせっかく私が俺さんを守っても私を見てくれないなら。 俺さんもあのやんちゃな人たちと同じようにボコボコにして逃げられないようにしてやるから覚悟しとけよなあ分かったかははは今さら謝んなよもう許さねえから私のメンツと心をずっと たタタにしてくれたもんはきっちり返さないとななあ私のこと好きか聞こえねえよなあ好きか そうかそうか私のこと好きかじゃあ家に帰ってゆっくりと恩を返していこうかな次逃げようとしたら分かってるよなうん、うん いい子ですねやっぱり俺さんに決めてよかった俺さんは私を裏切らないもんなあ。最後までご視聴ありがとうございました 評価、グッドボタン、チャンネル登録通知コメントをよろしくお願いします Twitter もやってるのでフォローよろしくねそれではおつがらー